どうもお疲れ様です舞姫大学の特別講義でございます今回私が紹介するのはね、えー、継続報酬型つまりはフロービジネスってやつです舞姫さんがナミさんがですね、えー、送っていただいた動画の中にはストックビジネスとフロービジネスってのがあってまあ、両方いいバランスでやっていくんだよっていう話だったと思いますけどもまさにその通りでねこれから私が紹介するポイントサイトモッピーっていうのは実は継続収入モデルなんですよ モッピーというポイントサイト、私がたびたび紹介してるんで、ご存知の方は多いと思いますけども。これね、なんで私が紹介するかということは、一つね。フロービジネスからストックビジネスへの、この転換が図れるからなんですよね。じゃあ、具体的に申し上げていきます。ポイントサイトモッピーっていうのは、私が紹介すると。紹介を受けた方が会員登録して、で、その方もポイントサイトで儲けていくってことになります。 じゃあ、どんな案件で儲けるかっていうと、私がずっと発信してるんで、それを見ていけば、あ、これは自分にできそうだよねってことで、儲けることができるわけですよ。で、私から考えると、私の紹介で入った会員さんっていうのは、まあ、ダウンラインっていう扱いになるんですよね。で、ここでなんですけども、こちらの私のダウンラインの方が、何かしかでポイントを上げると、その一定の割合が私のところにも入ってくるんですよ。つまり、 私がサポートして、この人が稼げれば稼げるほど、その一部がお礼として会社から入ってくるってことになりますので、サポートの違がいがあるよねってことなんですよね。でも、ポイントサイトをたまにしか話さない方とか、たまにしか紹介しない方っていうのはどうでしょうかあの、せっかく会員登録をしてくださった方がいるのに、その人のサポートをしてないってことになるんですよね。そうなると、最初はポイントサイトを使ったんだけども、だんだんやる気が起きなくってやめちゃう。つまりは、 シニアアカウント、幽霊アカウントになっちゃうんですよそうすると紹介する立場の人も何も入ってこないんでだんだんやめていくってことになりますよねで、私がポイントサイトモッピーであの件、この件、その件っていうの何で紹介するかっていうとそのたんびに誰かがその案件をやってその方が儲けていただいてその儲けの数パーセントが私も会社からお礼としていただけるから私も継続収入なんですよね でもこの継続収入をもらおうと思うと、私が紹介活動でサポートしないといけないっていう、ストック型のこともやらないといけないんですよね。あ、逆か。あの、フロー型の作業もしないといけないんですよ。この割合がいい感じで、私のバランスを保ってくれてる。そして、このモッピーのポイントサイトのね、ポイントの流入も担保してくれてるんですよ。つまり私はクレジットカードの案件とか、住宅展示場の案件っていうのは、基本的に何回も自分で行くわけにいかないでしょ。でも、 新しい方に行,か行っていただくことができるわけですよ。だから、ポイントサイトモッピーを新しい方にどんどん広めて、新しいアカウントをどんどん作ってもらって、新しいアカウント作った方が、あの今まで散々使い古された案件を、その人にとって初めてですから、やっていただくことによって、その一部がまた私に入るっていうサイクルなんですよね。だから、ストックビジネスとフロービジネスを同時に体験したかったら、まずはこのポイントサイトモッピーをするともいいと思いますね。じゃあ、私のお動画概要欄に、 ポイントサイトモッピーの URL つけておきますのでこちらから登録してあなたもストックビジネスをされてみてくださいではお疲れ様です